サバオは。わかりづらい。ドラマみたいでしたね。ドラマみたいだって。哀愁出てるな、でも。面白いものもできますね。この。ほんと朝礼で使おう。これです。マイジミーマイズです。白いたぬきで。クイズやってますよ。チャンネル登録お願いしまーす。はい。今日も始まりました。テンション上げて。いきたいと思います。テンション上げなくていいんじゃないですか。テンション上げな、クイズを楽しみたいから、ね。いや、僕はスマートに答えたいんで。かっこいいな、スマートな。頭いい。そのスマートって知らんかったもん。え、ほんまっすか。そうなんですか。スマート。その意味のスマート。へぇー。あ、知らんかったの、うん、?5 人兄弟がいます。うんサバオは洗濯しています。カメオは料理しています。分かりづらいな。イカオは将棋をしています。タイオは筋トレをしています。ではこの5人目の兄弟はえ分かるんですか。何をしているでしょう。これは推理をしてください。今情報はキツネ君に与えられた情報はこれです。マジで、うん、すごないですか。これすごい。まあ刑事になったつもりで。右京さんですか。右京さんですか。右京さんになってください。それあれ水谷はいほんなら俺ソリマチソリマチとかやっとく深く新しいカニをとか考えたらダメでしょ、うん、あそうかあのこいつはもう名もない兄弟でしょ。名前これ考えたら負けるやつですみんなで協力してるっぽいんですよね多分ね。うーんまあそんな感じかな。サバを洗濯、カメオ料理、なんかイカオ将棋、タイオ筋トレ。なんでイカオ将棋しそうね一人できるわけないわ。うわはい、どうぞ。将棋や。正解彼はイカオと将棋をしている。うわすごいな。今ドラマみたいでしたね。ドラマみたいだったやろこれ普通わかんないですよ。え僕みたいにひねくれて突っ込まんと気づかない、うん、ほんなら出てくる、うん、だから何でも言ってみるもんやで。〇〇は〇〇の先輩です。この〇〇もこのハテナには全て同じ文字が入ります。文章を成立させてください。うんあ全部一緒の文字なんですか、うん、え面白いものを持ってきますね。これ面白い、うん、これが成立するね。同じ数字なんて文字ですよね多分ね。文字数字ではない。これも先輩。あわれさんじゃない。はい。あこれすごいっすわ。M っす。おー正解。すげえな。うん。これ分かったんや。メートルはミリメートル。そう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 。よく分かりました。余裕っすね。これはなかなかあのサバオの下り分からへん。はい。数学でしょ。だって数学かどうか。数学は結構いけるんだ。僕最初リットルかなと思ったんですけどね。ああそっち。一で1リットル。なるほどな。でもデシリットルだもんねあれね。ミリリットル。はい。次。あんまり。カタツムリがブロック塀の上にいるのを見たことがある人が多いと思います。そうですね。ないですか？ありますね。実はこのカタツムリ、ブロック塀の上であることをしています。一体何をしているでしょうか？これはあの雑学でもなんかよく考えたらあそうなんみたいな。いろいろつながる。たそがれてんじゃないですか？カタツムリが。そんな哀愁出てるなでも。どう見たらカタツムリ。なんかしてんねんこの形見てるんじゃないですか。なんかこっちを塀の上からでその次ね次の寝床を探してああブロック塀の方が冷たいから進んでるんや、うん、あー違うねー。ヒントはカタツムリの殻でしょ。殻はどえこんなんどうやってできてんねやろって考えたこともなかった。殻を作ってるんですかってことは貝を拾ってる。違う今日はなんか適度なアホやからありがたいね。じゃあもう正解言います。これはブロック塀を食べている。えそうなんや。カタツムリの下には細かな歯が1万本ほどありヤスリのように削り取って食べる、うん、この貝殻に使うカルシウム源としてブロック塀を食べている、だからもう理にかなう。今度朝礼で使おうこれこれでもほうって感じするやんね雑学。これは面白い。5つの赤い点をすべて通る円を描いてください。余裕っしょ、キツネ君。これはもうスパッといかれると思って作ったの。円は1個っすか。円は1個ダブだ。危なかったっす今。どれ漢字の円でしょ。正解
もうこれはね、スッと言ってくれんと困るなと思っとって。分かった分かった。ああ素晴らしい、はい、まあこうこの円マークでも、あでも全ていけへんか。いけないです、ね、これしか無理やな。最後良かった、挽回したんちゃう今回は。最後簡単すぎましたね。最後にこんな時だけめっちゃ怒るやん。あんだけ最後にカタツムリ持ってきたら怒られちゃった。